ジャガンの主要都市である。2004年6月30日の時点では、人口26,665人の都市である。ジャガンは、ブプル川とチェルナ川の沿岸に位置し、南部には森林が広がる。1975年から1998年までは、ジェロナグラ県に属していた。言い伝えによると、ジャガンは700年頃、 クラクの孫娘のジャガンナという公女により建設されたとされる。一方記録によれば、12世紀後半にブプル川の船渡芝の近くに要塞として、ボレスワフ4世により建設されたとされている。歴史に初めてジャガンの名が現れたのは、1202年にある公爵から修道院に送られた文書内で、そこにはジャガン城主のステファン、 ノボグルト上主のビトスワフと書かれている。1227年に、ブローツワフ司教のバブジネツとヘンリク一世の間で、結ばれた十分の一税に関する協約の中にも、ジャガンについての記述が見られる。林業、金属、織物業など、ありがとうございます。